伊王寺は、東京都世田谷区深沢六丁目にある新聞州、地山派の寺院。ここでは、伊王寺と関係が深い深沢不動協会についても、言及する。伊王寺の三門前にある、深沢小学校発祥の地の日創建は、寛永年間と言われている。会期は谷岡又、左小門城茂久という人物である。世田谷区とどろきにある万願寺の末寺と言われている。 法暦11年に火災により消失したが、3年後に再興した。明治11年3月には、伊王寺境内に、深沢村村民のために、江原第二分校が開校した。人数が増えたため、翌年には、村内の他の場所に移転したが、当時院には、深沢小学校発祥の地の石踏みが建てられている。なお、境内にはかつては、池が2つあったが、 昭和7年までに消滅した。昭和20年には戦災にあり本堂などが消失。現在の本堂は昭和38年に再建されたものである。深沢不動協会深沢不動交差点深沢不動協会は、伊予寺に近接してある不動堂である。明治時代になり、当時の深沢村で成田山信仰の機運が高まり、村内にも成田山の本尊を模した。 不動明王を祀ったお堂を建てようという動きが出た。明治31年に地元の秋山門平が発起人になり、村内の多くの人が協力して伊予寺の境内仏津堂として深沢不動堂が建立された。戦後、昭和27年に深沢不動協会として伊予寺から独立。しかし、 昭和45年から洋寺の住職が深沢不動協会も管理においた。平成8年に現在の本堂が完成した。なお、入り口は洋寺とは独立している。毎月28日の縁日には大醐馬が焚かれる。深沢不動前の交差点は駒沢公園通りと駒沢通りの交差点にあたり、交通の要所にもなっている。ありがとうございます。